皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はかでした。みかん、世界となりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はぼでした。寝坊、そぼろとなりましたね。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は場でした。小判、砂漠となりました。小判は現在の価値に換算すると日本円で1枚あたり約29万円、大判は小判の10倍の約290万円の価値があったそうですよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解はるでした。ゴルフ、イルカとなりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は和でした。さわら、たわらとなりました。さあどんどんいきますよ。6問目です。
四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はんでした。タンス、おんぶとなりました。タンスを数えるときは一棹、二棹と数えますが、これは昔はタンスに棹を通して運んでいたことが由来となっているそうですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は小さいつでした。ネット、切手となりました。切手は切り伏手形を省略した呼び方なんだそうです。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は矢でした。子役、目やにとなりましたよ。この脳トレは知ってる単語をあれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はらでした。たらこ、しらすとなりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はかでした。部活、俯瞰となりました。追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄へお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。
最後までご視聴ありがとうございました。しのたねのホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。